ねこちゃん。きみか、好き。あに、すび。こ、たど、たど。たど。百面相かな、これ。すみか。だ、だ、だ。めっちゃ可愛い。バン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 。隠しちゃう、隠しちゃう。ハレママキッズ TV。みなさん、こんにちは。今日はあるものが届きました。え、なんだ。じゃあ目つぶってて。はい、なんだろう。どうぞ。わー、ランドセル届きました。ほんとよ。ね、おじいちゃんとおばあちゃんからね、プレゼントしてもらったんだよね。うん、じいじばあばありがとう。ということで、早速開けてみたいと思います。やったー。じゃあ開けます。せーの、じゃーん。いいの出てきました。じゃーん。ってことでね、シノがね、選んだのはね、カルスポでーす。はーい。じゃあ、いよいよ開けてみましょう。さ、動画を、ね、見てくれた人は、どんなの選んだかね、わかるかなと思うんですが、シノはね、何色を選んだでしょうか。せーの、じゃん。せーの、じゃん。かわいい。ということで、シノはね、赤なんだけど少しピンクっぽい色のね、色を選びました。はい、じゃーん、出しました。おー、もうピッカピカのランドセルだね。うん、すごいかわいい。それじゃあ早速ね、開けてみようか。うん、せーの、じゃーん。すごい、すごい、うん、いっぱい入ってる。なんかいろいろ入ってるね。うん、うわ、なんだろう。もう見て、これほら、専用のタブレットケースが入ってるよ。え、何これ。連絡袋、これ自体がね、連絡帳を入れる袋になってて、でこっちがね、ランドセルの下に引くね、可愛いね、シートです。今日はね、シノの1年生の準備ということで、文房具とかいろいろね、買いに来ました。はい、可愛いのあるといいね。あ、ポキポキって、ね、ポキ、わー、ね、ここキラキラじゃん。ね、可愛いんじゃない。じゃあ、あとは鉛筆だね。どれにしようかな。モザイクかかってるよ。かわいい。これよ、かわいいなった。どれにしようかな。この歌を覚えます。ということでね、今日は別日です。はい、先日ね、お父さんと一緒にいろんなね、入学準備買ってきました。イエーイ。で、カティリアスはね、カヤチャンネルをね、チェックしてください。チェックしてみてね。ということで、早速買ってきたものを見ていきたいと思います。イエーイ。わわわわわわわ、じゃーん。わーもういっぱいあって、もう後ろ見えなくなっちゃったよ。いいなー。わーいろいろね、準備して名前も書かなきゃいけないからね。うん、まずはこれ、雑巾。これは名札紐付きの5枚組の雑巾です。はい、次はセロテープ。これはね、セロテープで、ピシノはね、ピンク色を選びました。はい、あとはセロテープの予備。多分ね、あっという間に使い終わるので、予備もね、一緒に買いました。はい、次はエビ。エビ、エビ、洗濯エビ。エビ、これね、雑巾ピンチだね。この椅子のところに雑巾をね、引っ掛けるときに使うものです。次はマスク。ピンク猫ちゃん。マスクが1枚200円で激安だったので、小学校でも使うからね。猫ちゃんのとユニコーンを買いました。はい、次はピンク色のミニポチさんです。ポチポチ。これはね、ハンカチとかティッシュ入れるポーチだね。うん、買い物動画を見てくれればわかるんですが、結構悩んだよね。うん、めっちゃ最初、青系選んでて、これ見つけて結局買えたんだよね。うん、この柄でね、揃えました。はい、ユニコーンとお花のね、柄だね。うん、中はこんな感じでティッシュ分かれててね、使いやすそうです。はい、あとでお母さんがね、ここにこうストラップつけて、バッグっぽくしようかなと思ってます。お名前ペンがすみっこ好き。名前ペンのね、こちらすみっこブラシの絵柄です。すごいね、かわいいね。あ、ボンドでくっついちゃった。手がくっついたそうですけど、こちらは木工用ボンドです。次は赤鉛筆。
これはね、赤鉛筆だね。うん。勉強でもね、お家でもたくさん使うのでね、この箱買いしました。はい、次は、給食袋。今はね、なんかの、歯磨きコップとか持っていけないんですが、ここに、給食の帽子ね、こちらを入れて持っていきます。はい。絵柄はね、さっきのポーチと同じ柄でーす。はーい。ドゥリッ、チュルチュル、チュル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 、じゃじゃーん。それはなんだっけ、これは上履き袋です。上履き袋、ね、絵柄を揃えてね、こちらは上履き袋です。ここでね、こんな感じで止められるようになってます。はい、次はじゃーん、じゃーん、これは体操福袋です。はい、体操しちゃおう。いいね、このアップザックタイプをね、買いました。うんうん、ユニコーンちゃんがいるね。ここにほら、別のほらポケットもついてて便利だね。うん、めっちゃ便利。で、生地感はね、あの布っぽいのじゃなくてね、あの洗濯してね、すぐ乾きやすい生地をね、選びました。はい、次はじゃーん、手提げ袋。手提げ袋にこれ同じ柄の手提げ袋です。しのは、そういえば小学校楽しみ。うん、何が楽しみですか。友達。あ、友達。あと、お勉強は100点。100点取るの？そう。頑張ってください。はい。次は、シノが好きな、猫。あ、呼吸かな。これはね、書き方鉛筆の 2B。赤が入ってるんだね。うん。まさみっこ暮らしのね、束を買いました。はい。2B10 本と赤が2本入りでーす。はい。かわいいよね。うん。めっちゃかわいい。次は、また、ひのが好きな、すみっこ。やっぱりひのもすみっこが好き。ということでね、すみっこはね、こんな感じの、ワンちゃんのお面かぶってるすみっこだね。一番すみっこの中で好きなのは猫ちゃんです。猫ちゃん。猫ちゃん。ということでね、戦記定規もすみっこです。はい。で、あれ？また？すみっこ。で、これはね、色鉛筆なんですが、結構探したけどなかったんだよね。トイザラスでね、見つけました。はーい。ちょっと開けてみる。うん、めっちゃ可愛い。アイスを食べたくなっちゃう。ここにもね、あるし、名前も書くとこあるね。うん、じゃーん、開けました。中はどっちかはどっちか。あはははは、鉛筆が、すみっこだ。鉛筆すみっこにゃ。あ、ほら、色鉛筆の絵柄にさ、それぞれすみっこの絵柄が書いてあるよ。え、めっちゃ可愛いじゃん、これ。この色鉛筆良かったね。うん、めっちゃ綺麗で、鉛筆がすみっこになってる。あ、ドアが開かない、ドアが開かない、ガチャ、開いた、鍵で開いたぞ。ということでね、1年生でね、あんまり使わないとは思うんですが、ここね、使うので、鍵のケースを買いました。はい、ビヨビヨ。ここにね、ビール式になってんだよね。ビヨ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 。ビヨーン。絵柄はね、こんな感じです。いや、かわいいね。うん、あれ、透明だ。かわいいぞ。猫ちゃんがいる。猫、3人兄弟。これはね、下敷きでーす。あ、レイカがワンちゃんだ。ワンちゃん。シノー。ということでね、透明のタイプのね、こんな感じのすみっこの下敷きを買いました。怖い。百面相かな、これ。絵柄かわいいね。うん。すみっこ、すみっこ、じゅーちゃーん。そういう宣伝があるのかな。あ、かわいいじゃん、これ。なんかあのクレーンゲームになってるね。もうタピオカさんがブイー連れてかれました。ブイーポー、ね、このワンちゃんシリーズだね。かわいい。手側はこんな感じで、ほこりが犬になってる。かわいい。ほこりが犬になってる。あとは自由帳がディーバイ。自由帳ね、すぐなくなっちゃうんで、もう一冊買いました。はい。さっきとは全然絵柄が違うね。こんな感じです。はー、ぽぽぽい、そんな重いの。ぽぽい。これは、お道具箱がこちらです。はーい、ちょっとピンクがかわいいわ。ということでね、シノのお道具箱がこちらです。お揃いの人もね、結構いるかもね。うん、レイカ
も確かね、こんなのを買ったような気がします。開けてみる？うーん、ちょくわうまい。学校に行ったらね、引き出しにこうやってね、使うんだよね。え、すごい。ねえ、今の子たちはこんな感じなんだね。うん、あれ、まとまっちゃった。まとまる消しゴムがやったんだ。まとまる消しゴム。消しゴムはね、こっちの軽いタッチで消せるまとまる消しゴムというものを買いました。はい。なんかね、消しゴム無地っていう指定があったんで、消しゴムの生地が無地なのかこっちが無地なのかわからなかったので、念のためにこの無地っぽいやつを買いました。また隅っこのもあったんだよね。くちょ聞いてないね。くちょちょっと。あとはクレヨン。これは桜のクレパスです。はい。あれ、これは何消しゴム？色鉛筆かな。クーピーですね。クーピーか、ね、こちらの桜のクーピー。ハサミだーだーだー。ハサミ、ハサミです。これはね、学校のね、あの集団購入で買ったハサミです。ギリギリズー。あとはその時にね、海苔とこちらのスティック海苔もね、買いました。あとは、汁が、すみこの売り箱めっちゃ可愛いのよ、めっちゃ可愛いの。いや、めっちゃ可愛いわ。隠しちゃおう、隠しちゃおう。ということで、しのがね、選んだ筆箱は隅っこでーす。めっちゃ猫かわいい。後ろはこんな感じでーす。猫がか、猫が。どう、開けてみる。開けてみる。筆箱さん、筆箱。うわー。うわー。あれ？筆箱開けるのにそんな怪獣になる人いる？うわー。怪獣。うわー。めっちゃ、めっちゃツルツルで可愛いわ。開けてごらん。シンプル。それ裏だよ。せーの。うわー、うわー、かわいいわー。なにこの筆箱ちゃん、かわいいよ。あー、お名前シールついてる。喜んで何よりだね。なんかこんな感じで立てることができるのかな。こんなタイプの筆箱を買いました。ここにもね、隅っこ暮らしって書いてあるんだね。うん。ということで、じゃーん、こんなにいっぱい買ってきました。数えてみよう。こんなに買うのなんて入学の時ぐらいだからね。うん。あ、そうだ、一個忘れてた、忘れてた。じゃーん、傘。前ね、買った傘がちょっと手元のとこがね、もう持ちにくいので、ちょっとちゃんと持ちやすくて透明の部分があるものに買い替えました。はい。せーの、うん、ということで、こんな傘を買いました。はい。透明な部分があるんだよね。ね、絵柄はこんな感じでーす。はい。ハレママキッズ TV ということで、今日はね、シノの届いたランドセルと1年生のね、使う準備のものをご紹介しました。はい。めっちゃ可愛くて、一番可愛いのは筆箱すみっこだった。あったら出せる。ランドセルは一番だからね。うん。ということでね、6年間ね、使えるものはとっても大事に使って、楽しい学生生活を送ってください。はい。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。